こんにちは、のりたろうです。突然ですが、皆様、コインを買ったはいいけどどこで売ったらよいかわからないとか、コインを買いたいんだけど売り方がわからないから躊躇してますという方も、この動画をご覧の方中には結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回の動画はコインのその出口戦略についての一例をご紹介したいと思います。で、コインを売るときには売り方によって手数料が異なります。で、今回ご紹介するメルカリの手数料というのは 10% かかります。で、その他にも手数料はこのような形でいろいろかかります。委託販売は 5.5% からですね。で、ヤフオクであれば、その会員のレベルが高ければ 8.8% から、で、メルカリの場合は 10% で、国内のオークションとか海外のオークションはですね、から 10% って書いてありますけど、交渉の余地があると、ロイヤルカスタマーとかですね、ヘビーユーザーみたいな方は、安くなったり、あといっぺんにこれだけ出すから手数料は負けてくれとかですね、そういう交渉ができるっていうのが、オークションの手数料になります。ただ一元さんは 10% ぐらい取られると。あとはその海外オークションの場合は海外の送料がかかるというような具合になっています。ちょっと 10% とメルカリ高いんですけど、この中では委託販売の 5.5% はかなりお得かなと思います。で、ちなみに私のオンラインショップでも委託販売を大々的に募集 しましたので、概要欄、委託販売したい方はご確認くださいということで、これだけ見るとヤフオク、メルカリっていうのはアドバンテージがなさそうなんですけど、ただ自分で宣伝とかですね、そういったものをせずに比較的多くの人に見てもらえるという利点もありますので、宣伝費用ということで考えることもできますし、なんといってもスマホ一つで、物をどっかに送ったりとかそういうのをしなくても、簡単に販売できるっていうのが最大の利点の一つではないかと思います。で、今回はそのメルカリで出品する際にチャット GPT、オープン AI というところが使っている AI ソフトですね、それがかなり使えるということで、今回最速でコインを出品する方法というお話をしたいと思います。で、自分で出品する際に一番大事なのが説明文を書くことかと思うんですが、そこでチャット GPT を使うというわけです。で、私なりの使い方の一例なので、質問の仕方っていうのはですね、いろいろ人によって違うと思いますので、こういう質問の仕方だといいの出ましたよというようなご意見がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただけたらと思います。その他、感想でも何でもいいのでコメント欄に ご意見いただけますと、動画が拡散されやすくなりますので、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。それではメルカリで出品されたことがない方も多いと思いますので、とても簡単なので出品の流れとともにご説明したいと思います。まずはメルカリのアプリっていうのをダウンロードされてない方はダウンロードする必要があるんですけど、ダウンロードして情報の登録などをする必要がありますが、それは今回は省略します。で、出品は簡単に3ステップで解説したいと思います。まずは写真を撮る、出品金額を決める、で、説明文をチャット GPT で瞬殺で生成ということで、早速ステップ1からいきましょう。それではメルカリのまずアプリを開いて、そうすると画面の中央の下の方にですね、出品ボタンっていうのが出ますので、それを押します。じゃあまずステップ1の写真を撮るということで、まず出品ボタンを押すとですね、このように写真を撮るアルバムとかこういうのが出てきます。今回はアルバムからもう撮ったものをポンポンポンと
入れていこうかなと思います。まあ、寄りの写真、引きの写真を入れます。で、これでまあ写真は登録は終わりです。それではステップ2に参りましょう。ステップ2は出品金額を決めるということで、そのためにはまずコインの相場を調べる必要があります。でヘリテージオークションというアメリカの最大のオークションハウスなんですけど、そちらで落札結果が出る場合はヘリテージオークションで調べるのが楽で、まあ結構過去にも遡って、調べられますので、情報量も多いのでおすすめです。それでは早速ヘリテージオークションのアプリがあるので、そちらを開いたところから始めます。でカレントアイテムズとパストセールプライシーズっていうのがありますので、パストセールの方を開くと過去の履歴が出てきます。でそこでモハールと打つといろいろ下に出てきますので、1841、まあ、インディア1841モハールというのを選んで、グレードでも絞ることができますので、まあ、今回は MS の、MS の62ですかね、選んで検索ボタンを押します。でずらっと出てくるんですが、あのソートボタンですね、それを押して、Most Recent Sales 一番最近のから並べてっていうのでソートすると、最近の落札金額からこうずっと過去の方を遡って見ることができます。でだいたい最近の相場、ちょっとこれくすんでるので安いので、このくすみがない、まあ、結構高い相場のやつを選ぶと$19,200というのが出ます。で、ここで円にそのまま換算するのではなくて、価格の算出方法っていうのは、落札額に、まあ、今回はバイアーズプレミアム 20% というのが含まれているんですけど、 20% のバイアーズプレミアムが含まれる場合は落札額かける1.12っていうのを入れると、その他の消費税とかですね、輸入するときにかかってくる税金とか保険料とか送料とか、そういったものを込めることができます。で落札額かける 1.12 かける、まあ、ドル円相場ですねと 1.1 メルカリの手数料がかかります。 10% なんで 1.1 をかけて送料1000円程度プラスするというので、計算することができます。で落札額にバイアーズプレミアムが含まれていない相場が出る場合は、落札額かける 1.12 じゃなくて 1.4 をかけると、だいたいそういった、手数料が計算されます。で今回は先ほどの表示額にインクルーズ BP と書いてあるので、バイアーズプレミアムが含まれます。なので計算式はこのように、$19,200かける 1.12 かける135円ぐらい、まあもうどの上下してますけど135円として計算して、かける 1.1 プラス1000円というので計算すると、3,194,344円という金額が出ました。ということで続きまして、サクッとステップ3ということで、説明文をチャット GPT で瞬殺で生成ということで、まあ、今回のメインになるんですが、これが一番時間がかかっていたかなと思いますが、チャット GPT を使うとすごく簡単に生成できるようになります。でチャット GPT はですね、まあ、使い方はいろいろ動画出てますので、そちらを参照してもらえればと思うんですが、まあ、概要欄にチャット GPT の URL 貼っておきますので、電話番号とかメールアドレスなどを登録するだけで、無料で使えるようになりますので、ぜひトライしてみてください。それでは早速チャット GPT を開いて質問をしてみましょう。でチャット GPT を開くと、このように質問のところが出てきます。でそこに、先ほどの調べたやつですね、コピーしてペーストして、で
このモハールの MS62 について教えてくださいと入れてピッと押すと、このようにすぐ答えてくれます。でインドのモフールって なってますけど、まあ訳し方の違いですね。でこのようにずらーっと説明を一瞬で書いてくれます。でまあ MS62 についても説明してもらってるんですけど、まあこの部分はいいかなと思うんですけど、まあこのように簡単に説明してくれます。説明書き概要ザーッと出てきますので、まあ、そのまま使えないですけど、でプラスもう少し詳しくですね、発行枚数とか、あとはスペックなんかをについて教えてくださいというのを加えて入力してあげると、このように先ほどのモハール金貨についてスペックとかそういったものを出してくれます。まあ、説明文もなんか追記してくれてますね。でこのあたりを使ってメルカリに、貼り付けていきたいと思います。で、こちらですね、メルカリの画面に戻るとまあ先ほどの説明文の前にちょっと金貨ですよとかミントセットですよみたいなのをまず特徴を入れておいて、商品の状態なんかも入れる必要があるんで、サクッとまあ未使用に近いと MS なんでで入れて、まあ商品名も入れておきます。まあ先ほどのちょっとコピペだとちょっと日本人向けなので、まあ日本語でインディアンモハール金貨MS の62だったので MS62 と入れて、でまあ交換点みたいな感じで、ちょっとアピールというのを入れて、この説明部分ですね、ここの説明書き部分に先ほどのチャット GPT の文章をコピーし、まあ自分の使いたいところだけ選んでですね、まあ、この辺いいかなというところをコピーして貼り付けます。ペーストとで、先ほどのまあ、説明文で、まあ、この辺の MS62 のところとか、その辺はまあいいかなというところで、ちょっとまあ価値がありますよというようなところもありましたので、まあ、この辺をコピーして貼り付けと。で、その後、先ほどスペックですね。スペックも教えてくれたので、この辺もコピーしてとっとっとコピーしてに貼り付けと。もうこれで十分な説明ができてしまいました。まあ、あとは発送の方法とかこういうの決めたらもう終わりです。ということで、最後に金額もですね、先ほど金額情報のところに、先ほどの算出した金額を、まあ、ちょっと端数を端折って入れると。で出品すると。いうのをやると、まあ、自分の出品したやつを見るとこんな感じで。もうインディアンモハール MS62 交換定310万いくらと、まあ、こういうのがもう出てきてしまいます。ということで、もう簡単に、チャット GPT を使うと、まあ、荒削りな説明ではあるんですが、
本当に簡単にこういった説明文を書くことができるようになります。ただ注意が必要なのはチャット GPT っていうのはですね、結構平気で嘘をつきますので、まあ、堂々と間違えていることもありますので、内容が正確かどうかっていうのはしっかり見直す必要があります。なのである程度の知識っていうのは必要になるんですが、まあ、文章を書くのがちょっと億劫な人とかいう方には画期的なツールなのは間違いないかなと思います。なのでまあこういうバッとすぐ時短で簡単に出品もできるということで、まあ金貨を買ってもですね、まあ売るのがちょっとなと思われている方はぜひチャット GPT で簡単にピピピッと出品してみてはいかがでしょうか。ということで今回のお話は以上となります。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。To be in the great outdoors.